现在要开始脱离这边。哦，有人在后面偷射东西。我相信大家玩这种游戏一定都会先解决后面那些射弓箭啊。哎呀，这招好痛！原来是直接往鼻子上面踩下去。我还在习惯这个快攻手。目前好像就只会这一招，踩鼻子。可以往哪里啊？这里吗？哦，这里有一个小洞。哦，后面还有一个，哇！哦，痛！可恶啊你！哇，还有！哇，好多人，好多人！我又有在那边丢小刀的，哪一个？啊，有两个！哇，痛！好烦哦！先打。去。然后还有谁？没有拿刀子。哇天哪，真的是拿武士刀吗？武士刀好像没有那个小刀插人的痛。哇，痛痛痛！这是拿什么步刀吗？好了，拿武器的都先打死了。那好多人哦，明明是要脱逃，可是变成在玩无双的感觉。这里好像有一个道具可以拿，精力饮料 X， 很好。那边好像也有一个道具，出来一个看起来好像很强的日高。耶！边打边拿饮料，这个真的有强啊！踩鼻子还可以站起来。哦，继续前进，往这里吗？不是，哇，还要进去里面。这个逃脱路线我觉得不优哦。天哪，又拿刀子了。我看我等一下先喝一瓶精力饮料好了，我的血可能经不起被砍一刀。哇，还有，周琦，先让我喝杯饮料。持有物品，
我按错了。热血值完全恢复，没关系，我现在回体力，顺便强化一下能力好了。嗯，我觉得这个阶段还是先提升体力之类的。OK， 血多一点比较好办事。哦，才。没有把他踢起来。躺在地上了，他踢不起来。踩。没了吧。这些告别式会场。哦，所以上面那个是老大的棺木。才。哇，天哪，你这样要怎么逃出去啊？来，他不知道踩爆了多少人的鼻子。往这里。哎，你怎么要绕跑还往二楼跑？这有点不合常理啊！啊，又有一堆人。还有吗？还有吗？没有吧。好，哇，这面墙也太烂了吧！呀，又拿到一瓶饮料。哦，这边又有。哇，好多饮料，早知道我就不用买啦。哇，又有人在那边。射飞刀了，赶快先移过去打他。这种发射远距离攻击的职业呢，就是玩家喜欢用，但是被敌人用就会很讨厌的那种。哦，这里又有道具，哇，好多饮料！赶快出去，离开！真岛老大，你在干嘛？我觉得他不是真的想要阻止一马跑出去。他只是想找机会跟他打架而已。踩！对不起，就算是你的鼻子，我也要踩。哎呀！再踩一次。
哇！对呀！赶快来！啊，不行了！嘻嘻嘻，看来你有比之前稍微像样一点点了呢。果然，呵呵，不是真的想要阻止他。嗯哼，果然是个好人。哇，所以等一下我跑出去要再跟那个光头打咯。哇，外面一堆人啊。拿刀子先死。欸，哪一个？佐佐木是吧？他人呢？哦，还有一个拿铁管的。出来！都打肚子痛成这个样子，给他剩一点血，我就不想要踩他的鼻子。哎哎！哇！打倒五十名敌人啊！哇，总算还有啊！老虎。ここは土佐編で。啊哼。哇！等一下，旁边围一堆人是怎样？欸，我打他不痛啊！他整个稳如泰山呢。等一下，跟，这个是打得赢的吗？对不起啊！我。天哪！等一下，我想一下，我需要思考一下，还是快攻手对他没用，我可能要再转一个其他的模式之类的，火爆浪子之类。可是火爆浪子好慢，来了。流氓模式试看看，痛痛痛，痛痛痛！等一下，我再吃个补血。哎，我按错了，这打得赢吗？哎呦，那不行啊，流氓模式。快攻手用习惯了，这样觉得流氓好慢。强身饮料。哇，天哪！我可能就是要一直喝饮料，有效回复体力，我就回复吧。哦，直接回到满嘞。那柜台人员不错，直接在柜台旁边放那个饮料给我。他刚才回血，好讨厌的。我根本没办法把他打倒在地上，然后就没办法用那个比较强的招式踩他鼻子之类的。我觉得这不行，再换一下快攻手。天哪，光打这只我就要花好多时间。
他根本是陪我在练等级的，来，再喝一瓶。他又在。我讨厌电脑这种回血的招式。我打那么辛苦，就这样。虽然我也是一直喝饮料在回血，可是电脑做这种事情就是不对啊，这是玩家才能做的。哇，不要乱踩，再喝一瓶。来来，我都闪了。哎呀！原来刚拿的饮料都是要用在这里的。不要再抓我了！啊！拜托他不要再回血了。可是我要再回一次。这第几瓶啊？第五瓶了。我气死！怎么突然有慢动作？啊，景山。哇，整个就是邪恶的微笑。待ちてめえ、もう一回言ってみろ。1996年。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと。お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだ。丑女。てめえ、もう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。わ、何？当上組長。風間の親父から还是没有那个威严。俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。なら。それなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえ、まだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。难怪他会黑化。
第四章邂逅。哇，不会还要再打吧？帮手来了，那个伊达刑警不是吗？你们一群人就这样子，居然就这样子让他逃了。たった今、広域指定暴力団東条会三代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。谁拍的？情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで、現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。突然出现的小女孩。出所二日にしちゃ派手にやってんな。あんた、哼，寂しいこと言うじゃねえか。キリュウ、伊達さん。咦，我都还记得，你居然忘记了。様が、ああ、無事かどうかも今は。だが、風間の言ってたその百億と弓、やつは何をお前に伝えようとしていた。わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似。四か。あんた丸棒に。完爆。10年前の堂島殺し。俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想尽かして出て行っちまった。いや、太惨了。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。同生也害死太多人了。キリュウ、不是说害死、啊、害惨。三代目のセラの殺しを追ってる。手風、あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には、東条会の百億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。キリュウ一馬の出所。待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は百億を探ってみる。お前はその弓って女か。その二つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな。わかった。お前。何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。お、居然还包场。お前が無所に入ってる間に、カムロ町も様変わりしただろう。ああ。馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。セレナか。確か天下一通りだったよな。何かあったらその携帯に連絡する。頼んだぞ。あお。抱歉な。え、酒保也可以讲话。この店バッカスって言うんです。酒神。酒の神バッカスは
海の神ネプチューンより多くの人間を溺れさせたとか。希腊神话。所以我现在要先去 Selena。我才刚走出来，马上就打手机是怎样？请问是同生一马先生吗？谁啊？等一下，我才刚拿到手机，为什么你就知道我的电话号码？我是先导组的西田，我正在千禧塔前面，你走到附近来，我就绝不会放过你。你要是对身手没信心，身上就别给我带匕首或手枪。啊？绝不要带武器在身上，绝不要哦。这样反而让人家怀疑到底是要不要带过去呢？